Cicito, koto sereno minani yutte. Amin. Su Jesus Kristo nomi gumi kami no ai, sereno manjiware ya minasan totomoni. Mata anata totomoni. Kyono misano iko wa subete no katakata no tameni tokuni kono aida Kyushu ni homon shite toyoshi to Yesu siru no reata shinyasan no hitori tori no めぐみとご健康が恵まれますように、このミサを捧げます。皆さん、聖なる詐欺を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いますよ。全能の神と、兄弟、姉妹の皆さんに告白します。私は、重い言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。すべてを治められる父よ。あなたは一人子の誕生によって救いの時を始めてくださいました。あなたの民が信仰に固くとどまり、約束された栄光の国に入ることができますように。聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、ゆゆとこしえに生き、治められる恩公、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。使徒ヨハネの手紙。愛する皆さん、互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう。これによって、私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。
心に責められることがあろうとも。神は私たちの心よりも大きく、すべてをご存知だからです。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ。神の御言葉。光が今日地上に下り、聖なるこの日は私たちを照らした。諸国の民は来て主を礼拝せよ。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。ヨハネによる福音、主に栄光。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとしたときに、フィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町、ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。
イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。主の御言葉、キリストに賛美。今日はヨハネ福音書を続いていて、読まれたところでイエス様がフィリポと出会って、その後フィリポはナタナエルに伝えて、実際にナタナエルもイエス様が出会うことができました。このナタナエルとイエス様の会話によって私たちもこのイエス様を受け入れるまでは、その自分でではだけではなくて、誰かの別の人が伝えて、述べ伝えていて、後で私たちはそのクリスト者になることがわかります。その述べ伝えるということは、この福音宣教の教会の使命があります。この最初の弟子たちが、イエス様が知り合って、いろいろ深めることがあって、私たちも毎日イエス様を学んで、このミサの中でイエス様の言葉、また聖書から学んで、私たちも一人一人、その力強くいただいて、イエス様と共に歩んでいきますように。また人との出会うことは奇跡が起こります。その信仰において、ナタナエルも少しずつイエス様の正体を受け入れて、神の子だという、後で救い主として、イエス様の使徒、弟子として歩んでいきました。私たちも人との出会うことは、神様の恵み、神様の愛を表されて、互いに分かち合うことができますように、今日のミサで一人一人お祈りしながら、私の意向はこのミサで、この間出会った方々のご健康と、この2023年の恵みが、祝福が与えられますように、ここに、九州の安城、人吉、また熊本、そして、福岡との出会う方々のためにこのミサを思い出して祈りたいと思います。聖霊の導きと照らしを祈り求めましょう。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。聖なる父よ、ここに備えるものはあなたからいただいたもの。この捧げ物を受け入れ、私たちを永遠の命に預からせてください。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、
全能永遠の神、御子イエスの誕生を喜び祝い、心から感謝の祈りを捧げます。永遠の御言葉が人となって世に来られ、神の一人子が歴史の中にお生まれになりました。キリストは倒れていた世界を立ち上がらせて、すべてのものを新たにし、暗闇にさまよう民をあなたのもとに呼び集められます。すべての天使とともに、私たちも喜びの声を合わせ、あなたをたたえて歌います。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて、仰せになりました。みな、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される。私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みな、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように、世界に広がるあなたの教会を思い起こす。キヨコ、フランシスコ、私たちの司教、トマス・アクイナス、マイナ・マギオット、ウサ司教、パオロ・サカエ・トシヒロ、すべての奉仕者とともに、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアとヨセフ、使徒とすべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。
御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に、全能の神一子にあるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、よよとこしえに。アーメン。主の日はがいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の日は。世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。
祈りますよ。全能の神よ、共に預かった遺跡の恵みによって、私たちがいつも力強く信仰に生きるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。マリア様、取り付きによって、今日のミサの御子のために祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の作業終わります。行きますよ。主の日はのうちに、神に感謝。A rose is here.